オカルトラジオ。はい、謎謎やっておりますが、はいはい、もう第1回、はい、第2回ときて第3回でございます。はい、はい、いやー燃えてますよ。燃えてますね。もうね、前回全然答えられなかったっす。第2回はね、全く分かんなかったっすね。ケイスケの勝利でしたからね。すごい全問正解かなっていうところでしょうね。うん、でしたね。ちょっと燃えすぎて記憶が定かじゃないんで。第1回目はトモが勝って、はい、第2回はケイスケが勝って、じゃあもうここで最終決戦ですよ。そうですね。ね、どっちが勝つか。はい、そう、はい、ちょっと頑張っていきたいと思います。ね、はい。いってみますよ。よろしくお願いします。はい。もう第3回は結構難しい問題揃えたんですよ。はい。その中でも簡単な問題、はい、からいきますね。はい。恋は恋でも何回も告白したり付きまとったりするとするのはどんな恋でしょう。はいはい、どうぞ。しつこい。正解。すごい来てますね。来てますね。私ももうあのあるあるモードになってますので。なってますね。これもうストーカーとしか出なかった。確かに出る。じゃあ次いきますね。はい。消防署で好きな太陽系惑星はというアンケートを取るといつもトップになるのは次のうちどの惑星？はあ、1、水星、うん、2、木星、3、地球、4、火星。へえ、うん。なんて言いました？消防署で、うん、好きな惑星を聞くと、うん、どれになるか。1位になるのはどれっていう。そうだね。水星、木星、地球、金、あ、火星。火星ですね。うん、水星、地球、あ、水星、木星、うん、まあ、消防署で好きな太陽系惑星をアンケート取ることはあんまないじゃないですか、はい、まず、まあ、そこですよね。うんうんうん、そうですよね、うん、消防署でアンケートを取った、うんうん、消防署が肝なんですもんね、うん、そういうことですね。うーん、水、木、地、か4人揃ってレスキュー戦隊消防士ちょっと待ってくださいね。消防車、消防署、うん、消防署、消防署、消防署。もうこれはね、まあ、今のところノーヒントじゃないですか、はい、当たったらマジすげえですよ。うん、マジ頭柔らか男ですね。そうですよね。うん、そうなりたいです。レスキュー、レスキュー、救助、うーん、ピーポー、あ、これ違うね。もう一応でも消防署には、うん、あ、そうか、うん、ありますもんね。ありますよ。消防車、消防署、消防車、救急車、消防隊、地球。なぜでしょう。他の国に助けに、国じゃないわ、他の惑星には助けに行けないから。あ、わかった。お、地球。なぜ119で、うん、119。正解。おー、すげー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 。来ました。これはすごいよ。すげーすげー。来ました来ました。すげーな、これはすごい。かっけーかっけえね。これ当たると思わんかったもんな、うん、だって俺もああとも思ってなかったですもん。119での時にも、うん、はあって思ってなかった。すごいすごい。なんかもう地球に狙い定めてたんですよ最初。ああそうなんだ。もう救急の救だし。ああだからなんかなんか急なんだろうなと思って。おうおうおう、消防署119だと思って。すごい、うん、あーすげえな。これめちゃめちゃいい問題ですね。ねえ、うん、ノーヒントでなかなか当てるの難しいよ。すげえ。すごい、ありがとうございます。一歩リード。ありがとうございます。おめでとうございます。すごいわ。まあでも正解率的には1対1なんですけどね。本当だ本当だ本当だ。いやでもこれはすごいわ。じゃあ次、はい、いきますね。世界一性格が悪く、不細工で、頭も悪く、何の取り柄もない女性がいました。しかし、この女性に、お願いだから結婚してくれ、と迫る人が2人もいたそうです。
それはどんな人でしょう。僕。おう、二人だよ。僕と。と。でも僕以外いないもんな。いない。女性好きってなったら。僕と。でも僕は違いますよね、正解は。どんな人かってことですよね。そうだね。僕は絶対違うだろう。今わずかな望みを託してた。ひょっとして。はい。なんだろう。とてつもなく世界一性格が悪く、不細工で頭も悪く、何の取り柄もない女性がいました。しかしこの女性にお願いだから結婚してくれと迫る人が2人もいたそうです。それはどんな人でしょう。何の取り柄もない女性、うん、いや俺これ答えれないな、きっと。なんで。経験がないです。でも金持ちとか。あー、そうかそうか。まあそれだからもう2人じゃないか。そう、そこはポイントっすね。何の取り柄もない女性に2人の男が結婚してくれと言い寄った。プロポーズ。プロポーズ。プロポーズ。こんにゃく。どっから来たかは分かったよ。そう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 。そう、それは分かったけど、人じゃないし、そうですね。二人じゃないし。あ、これは誰と誰って答える感じですか。うん、そうだね。おー、人の名前みたいな感じですか。名前は関係ないですね。あ、わかった。お、父と母。正解。結婚してくれって親が言う両親。そう。あ、来たわ。すごい。すごい。こんにゃくって言ったやつは重いでしょ。重い。マジ重い。すごい。すごいよね。すごい。本当に別人だと思う。俺も今難しいんですよ、レベル上げたり下げたり。そうだね。すごい。え、じゃあ今ケスケリードじゃん。そうですね。ねえ、今のところ今のところ、はい、これね、俺すごいいい問題だなと思った問題、いきますよ、はい。あるお祭りの前日の夕食には肉や魚がありませんでした。一体どうして。はいはい。全野菜だから。正解。野菜。正解。すげえ。すげえ。知っとったら。いや、お祭りの前の日っていうのがもう全野菜っていう。すげえ、うん。肉や魚から、あ、もう全野菜、うん、全部野菜、うん。こんなすぐ出ると思わんかった、これは。すいません。いや、全然全然。いや、そうか、すごいわ。めちゃくちゃ悔しい。いや、すごい、ほんとすごい。いや、でもこれはまだ負けてないですから。同点ですからね。今同点だからね。重なってますけどね、トム君の方が。すごい。いや、でもいい問題ですね、これいい問題だなと思って、じゃあ次。はい。あるところに絶対外れない予言の書があるという。その予言の書を読んだ人は全て書かれた通りの行動をしていたという。たった一文しか書かれていないというその予言の書には一体何と書かれていたのだろう。予言の書にはそれが書いてあって、みんなその予言通りのことをしちゃうと、何と書かれていたでしょうか、っていう問題ですね、そうです。え、生きるとか。あー、確かに。本当だ本当だ。それも正解ですね。え、ある意味、あ、それもある意味正解。でも、でもそっちの方がいいかもしれんな。あ、じゃあそっちの正解言っていいですか、僕。いいですよ。青い稲妻が僕を攻める。体炎焼き尽くすって書いてあって、みんなゲッチョって言っちゃう。言っちゃう。ついつい言っちゃう。どうです？それも確かに言っちゃう。確かに言っちゃうんだけど、それもウルトラソウルでもいいよね。そうですね。でもあれって、
あ、そうか、歌詞ありますもんね、うん、前の。そして輝くウルトラソウルって書いてある、うん、言っちゃう、言っちゃうね、言っちゃう。閉じろ、あー、終わり、そうだね、終わりとか、うん、閉じちゃう。それもいいよね。これ問題があんま良くない、うん、ね、本を読むとか。そう、正解。そうそうです、この本を読む、そう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 、あなたは予言の書を読むと書いてある、うん、これあんまいい問題じゃなかったね。なんか2人が出した問題、あの答えの方がなんかいいなと思って。生きる、生きる、あれめっちゃ深いですよね。そうだよな。正解とは言いづらいみたいな。うん、まあまあ、でもともくんの正解ですね、これは。そうだね、うん、問題の中では。うん、あと出した答えもともくんの勝ちだった。じゃあ次いきますね。はい、はい、ここもちょっと有名なあれなんで、知ってたらあれですけど、はい、いきますよ。お父さんと息子が交通事故で病院に運ばれました。そして病院の先生がこう言いました。この子は私の息子です。なぜでしょうか。はい、じゃあケイスケ。お父さんが先生、お父さんと息子が交通事故で病院に運ばれました。はい、そして病院の先生がこう言いました。この子は私の息子です。だから先生が病院、うん、交通事故で運ばれる時から救急車に乗ってて、それがお父さん。ああ、そういうことか。まあ、それも確かにっていう感じ、ね、それも確かにって感じだね。じゃあそして病院にいた別の先生がこう言いました、はい、この子は私の息子です。はい、普通に結婚してたらお父さん二人で息子になるじゃないですか。嫁さんのお父さんから、うん、嫁さんのお父さん。あー、うん、そういうことか、関係性のね、関係性の。あー、まあそう、確かに。え、お父さんのお父さん、なんないんじゃない。お父さんと息子がいて、うん、でも結婚、嫁さんのお父さんが病院の先生だったら、そっちのお父さんからしても嫁と結婚しとるもんで息子ってこと。あー、そうかそうかそうか。自分のおじいちゃんは、自分のだから、ま、息子から見るとおじいちゃん、お父さんから見るとお父さん。うん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 。で、先生がおじいちゃんだったとしたら息子二人ってこと、ね。うん、あ、息子の息子と孫か、孫と息子、息子、息子。まあ、まあ、そうだね。そういう、そうだね。それはあるよね。うん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 。まあ、でも謎謎って感じじゃないですよね。うん。まあでもそれも正解だね。この文章だとそれも正解ですよ。うん、お父さんと息子が事故で運ばれて、病院の先生がこれは私の息子ですって言った、うん、そう、これは2人はってことですか。うんと、む、む、子供の、うんうんうん、あのお父さんと息子が運ばれた息子の方を見て、うん、ああ、私の息子ですって。分かった分かった。うんと、お父さんと息子ってのが、うん、お医者さんから見てのお父さんと息子。うん、それさっきの話じゃなくて、さっきの話はこの先生が おじいちゃんみたいな感じだったんです。そうですね。ほんで今のは、はお医者さんが、うん、息子のお父さんなんですよ。初めに運ばれた、一緒に運ばれたのが、うん、息子とおじいちゃんってことですね。孫と父って感じ、ここの関係性は。でお医者さんがおじいちゃんの子供で、お医者さんがおじいちゃんの子供でその先生の子供が息子で、それだったらさ、お父さんと息子が交通事故で病院に運ばれましたっていう問題文からするとさ、はい、もうお父さんと息子じゃなくない？え、違うんですよ。先生から見てですよ。先生から見たお父さんと、その段階でもう先生から見たってことか。はい、あ、違うんです。これは完全に一代一代というか。先生がお母さんだった？正解。あー、なるほど。うん、女医さんだった。女医さんだった。はい。これちょっと下げんといかかったやつだったっすね。ちょっとね、キャリブレーション間違っちゃったかなみたいなね。間違っちゃった、間違っちゃった。ちょっと一回チューニングしますね。ね、チューニングしましょう、チューニングしましょう。今5-2ですか。今もうあんま覚えてない。うん、そうですね。多分前夜祭とこれと、もう一個さっきの一個前の問題なんでしたっけ？119と。あ、違います。あの同点から3回連続ともくんなんですよ。あ、う、あ、ん。なんで今3ポイント差ですね。3ポイント差。はい。ん、違う、2ポイントか、3ポイント、分かんない。予言の書、予言の書、そう、予言の書、予言の書だ。うん、
3ポイント差ですね。じゃあ、はい、関西に住む太郎くんの家族が怪談大会をしました。父さん、母さん、姉ちゃん、太郎くんの中で一番ゾッとした話をしたのは誰？はい。はい。お母さん。なぜ？関西だからお母さんのことをおかんと呼ぶ、うんうんうん、おかんがした。正解。おーすごい。正解早い。かっこいい。今のはスマート。スマート。スマート。めっちゃスマート、うん、スマートって出てる。スマートって出てる。斜めに最後の問題になっちゃいました。はい、じゃあこれ勝った方が勝ちにします。大学を卒業した人が小学校に通い始めました。それはなぜでしょう？はいはい、教師になった。正解。すごっ。早っ。早っ。勝ちです。ごめんなさい。早っ。すごい。すごいっすね。うん。あ、しかもなぞなぞっぽい。なぞなぞっぽいよね。なんか第2回は、ごめんなさいっていう感じでした。第2回はなんか全然振るわなかったけど、難しかった。第2回は完全に巻き返しましたね、うん、ちょうどこのともくんに合ったレベルだったんですね。ね、うん、そうだね。そう、なんかしかもそれよりいい答えとか出してましたからね。そうだね、第2回はちょっと言葉遊びっぽい感じが、うん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 、そうです ね、ありましたありました。あったから。でもそういう謎々がケースが得意なのかもしれないね。あ、合わせたんだよね、そっちに。あ、そっちにね、うん、そう、だからちょっと戻すのが大変だった。はい、まあ今回が正確にはね、第1回第2回第3回合わせて、はい、28問だったんですよ、うんうんうん、なんで、まあ、またね第3回第5回と、うんうん、また問題10問ぐらい見つけて、はい、またやりますんで。やりましょう、はい、ね。まあ、でもこの木村さんはね、やっぱこのいい企画を考えてくれて、なぞなぞいっぱい見ちゃったから、うん、ちょっとお出しできない、うん、あの探すときにめっちゃ考えて、うん、そうだね、楽しんでもらえれば、うん、あのそれかツイキャスとかで選ぶところを取ってサブチャンネルあげます。木村さんが一人でなぞなぞ遊んでみた。あ、自分で読んで、読んでもう答え見る前に、答え見る前に、あ、これはねとか、全然わからんやとか言って、考えとるのにコメントでパーって言われて、言わんでよ。あ、でもそれもいいね。まあ、なんかでも違ったね、なぞなぞ、なんか難しいハイレベルななぞなぞとか、うんうん、レベル別で木村さんに出してみてとかもありだし、うん、そうだね、うんうん、まあとりあえずあのあれだね、心理テスト、うんうん、もう木村さんに出してください。出す、うん、木村さんの本性を、本性を知るという、知る、そうそう、暴くという、暴く、うん、やっていきましょう、うん、ね、楽しみにしてますんで、はい、今日は本当にたくさんの問題ありがとうございました。いえいえいえ、めちゃめちゃ楽しかった。楽しかったっすね。はい、なんか頭が柔らかくなるっすね、謎の、ね、うんうん、ほんとそう、うん、ね、じゃあ第4回でお会いしましょう。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今日もいいお話でしたわ。次回も楽しみね。ではまた後ほど。